はようございます。釣り子 TV です。買ってきちゃいました。今勝のアベンタクローラー無塗装スーパーボーン。前回ね、あのウッドのでっかいアベンタクローラー買った時にね、横に並んでいたんだけど見送ったよなんていう動画あげたんですけども、やっぱ買っちゃいましたね。あー、じゃあその時買っとけよって思うんですけどね、2ついっぺんに買うとね、こう1万円ぐらいこう1万円近くねお財布からすっ飛んでいくっていうことでね、その時は躊躇して買わなかったんですよね。でまた別のタイミングで釣り具屋さんに行った時ですね、まあ美味しそうな感じで並んでるんですよね。ちょっと今回は我慢できなかった。でこの白ボディにね赤い羽っていうこの組み合わせがね、どうにもかっこよくてね、ちょっと我慢できなかったですね今回ね。そう、前回だからこれ買ったんですよ。これウッドのやつなんですけどね、うちちょっと大きいよっていうね、アベンタのウッドバージョンの、まあデカベンタね、これメガベンタか、これを買って、この時一緒に並んでいたとね。でその時はこれしか買わなかったんです。これ5000円ぐらい、いくらだっけな、5000円近くするんですよ。まあそんでね、これ見送ったんですけど、まあ結局買ってしまったってことで、カラーが、スーパーボーンなんですけどもね、羽がレッドね、スーパーボーンホワイトかっこレッドね、羽がレッドということで、これ超かっこいいなと思ってね買ってきてしまったんで、まあ後ろに説明書きなんかも書いてあるんですけど、こんなパッケージですね。で価格が3700円ね。でこれを買ったのと同時に、今回ねちょっとこれアベンタ買う時にねやりたいなと思っていたのがあって、まずこれね、アベンタ使いの名手、あの三原プロが推奨しているですね、流儀の針、これをね、まあ、チューニングっていうか針もう最初から交換してつけてみようかなと思って買ってきてました。10番がおすすめだよっていうことで、で、価格が720円ね。流儀のねブルータスって針だったと思うんですけども、特大を取るための道具、大型プラグで特大のみを狙って取るため、このフックが生まれた。バスの口に入りきらないプラグでフックアップさせる際、口はもちろん口周辺の鱗がある部分へのフックアップも重要となる。鱗は硬く貫通しづらい、フックはバーブまで貫通しないとバレの原因となる。ブルータルは大型バスとのやり取りを想定しつつも、適度に軸線形を細軸化、その上でバーブを小型化し、 TC コートを導入することで貫通力を極限まで高めている。フォルムはピアストレブルをベースにじゃれつくような弱いバイトでもものにするため、ロングシャンクに再設計、これに対摩耗性特殊鋼材を採用し仕上げた、この一本に死角なしってことで、威嚇バイトとか多いですからね、こういうのってね、食性バイトっていうか、もう食うような、食うなんていうんですかね、こいつを食ってやろうっていうよりも、うわーなんかやかましいな、邪魔だな、どけーっていうバチンって感じのね、バイトなんかも多くなってくるね、羽物とかそういうバイトが結構あるんですけど、そんなのも絡め取るようにね、口のもう本当微妙な部分でも、口でねバスってね手がないからなんか嫌だなと思ったらね、サイトフィッシングなんかもそうですけどね、口でバーンってねもうどけーって感じでやるわけなんですけども、そんな時にの微妙なバイトでも絡め取ることができるね。大きさの割に細軸設計でバーブが小さいからノリがとてもいいよと。でこれを連結するのにまたポイントがあって、今度これですね、スプリットリングを追加することによってより、ノリを良くするね、これをね2個ね増やすっていうチューニングで、で三原プロの推奨はこのスプリットリングも流儀のね、スプリットリングがおすすめだよっていうことだったんですけどね、ちょっとね自分の行く釣り具屋さん流儀のスプリットリング置いてなかったんで、まあ信頼のねカルティバのね強力そうなこんなね、あとサイズはねこの4番ってのがいいよって書いてあったんで、ハイパーワイヤーって書いてありますね。これもうね超強そうな、これで、まあもうね最初の状態からねチューニングバージョンに改造して釣り場に持っていこうかなと思って、こんなセットで買ってきてみました。はい、じゃあまあ長くなりましたが早速ね、2017アップデートでもう2018ですからね、アップデートされてさらに無塗装スーパーボーンでって、これもう2018モデルっていう感じなんでしょうかね。はいはいはい、
で繋がっているんで、で、はい、出てきました。最初からね、この、スナップがついてくれているっていう、ちょっとこれ一回取ってもらって、あー無塗装ね、ブログの記事とかで読んで、あ欲しいな欲しいなと思ってたけど、いい感じですね。まあなんていうか、こう乾いた感じっていうんですかね。実際こう手で触ってみるともうね、すぐわかるんですけど、なんかこの乾いた感じで、ちょっと硬度があるなぁなんていう感じの、そういった触り心地になってるんですけども、でこのね、羽ちょっとラフな感じに取り付けられている、この羽によって絶妙なこうバスを焦らすようなね、まあ、一点シェイクであるとか、あとは泳ぎの方もいいはずですけども、まあまあこんな感じでね、ちょうど最近出た2個ね、ほんとね微妙な差なんですよね。このウッドの方がねちょっとだけ大きくなってるんですよ、こういう感じね。まあ、せっかく2つ買ったんで、ちょっとねいろいろ使い比べたりとかもしていきたいなと思うんですけども、外見上はまあこんな感じで、これウッドでよくこのシェイプ再現しましたね。まあ、こっちがオリジナルで元々あるプラスチックだとすると、それをねウッドで再現したっていう、このねメガベンタ、これもねなかなか本当、形がほぼ一緒だけど、まあ素材の違いによって、あと若干のサイズの違いによってね、どういう違いがあるかなっての楽しみですけども、何にしろ最近亀山ダムなんかもね、ほんとねこのでっかい羽物ででっかいバスが釣れてるんですよね。なんか超特大のバスは何で釣れたんだろうななんて言って、ボート屋さんのブログとかをですね遡って読んでいくと、結構な確率でこのでか羽物でねみんな釣ってるんですよね。だからまあちょっとねタイミングタイミングでこう投げる癖をつけていってですね、そういう来たるべき時にね乗り遅れないようにね、この梅雨時期の今雨なんか今日も降ってますけど、こんな日にねこういうのすごい効くって言いますからね、ちょっとねそういういざという時にバッチリと釣りが合わせられるように準備を進めていきたいと思います。やはりねこれ一番多分ね、もともとはこれ多分2番なのかな、これ軸がねちょっと長いんですよ。懐の大きさはまあ大体一緒なんですけども、この針をね1個小型化する代わりに、このスプリットリングでこの軸が、軸の長さがあんまり変わらず、なおかつ可動域が関節が1個増えることによって、絶妙な効果を発揮するっていうチューニングみたいなんですけどね。でこの元々のアベンタにはねフッ素加工の針じゃないですからね、これはこれでまた強力な、まあまあいい針がついてるんで、これはね取ってもね何か用にね取っておこうかなと、シーバスとかなんかでっかいルアー用に取っておこうと思いますが、まずはね外しちゃおうと思いますね。まあ、この手の作業の時はこういう専用のプライヤーとかがあるとやっぱり怪我もなく作業が進められるんでですね。フルリンパと、はい取りました。でこっちも後ろもね、せっかくねスプリットリングもね強力なの買ってきたから、スプリットリングごと今回は交換しちゃおうかな。アベンタね、やっぱりこの愛が強力にでっかいのがついてるから、こういう専用のプライヤーがないとなかなか作業しづらいかな。はい、で、ハイパーワイヤーね、これを今回
回は3個ですね準備して、これつけるときにさらにもう最初から1個かましておけば1回でねつくんで、このスプリットリング増設チューンはね、あの昔やっぱボーン素材のあのビッグバドが流行った時にビッグバドのノリを良くするためとかにもよくやってましたね。あー、このスプリットリングを増やして可動域を増やすことによってビッグバードもなんかどちらかっていうと威嚇バイトなんじゃないかみたいな出方ね、派手なバイトがあるんだけどなかなか乗らないなっていう時、どうやったら微妙な乗りを良くするかっていう時にね、このスプリットリング増やしっていうねチューニングよくやりましたけど、今でも使ってますけどね、これを増やしてこれにブルータあの自分の好きなバンドであのよく T シャツなんか着てますけどね、あのスリップノットっていうバンドが昔デビューしてすぐの頃にね、こうビデオクリップ集を出すわけですね。そこであのギターのミックがね、スリップノット一言で表すとどんなバンドだなんていうことでね、あの、まあ、メンバーそれぞれ語ってたんですけども、その時にねあのミックが言った一言で言い表してましたね、ブルータルって言ってたんですね。あのビデオもう DVD もなってるんでね、あのスリップノットの、初期のねあのビデオでなんだっていうとあのミックもねブルトルって言ってるんで、まあそれと同じ名前の服なんで結構上がりますね、何がって感じですけども、まあそういうことだよという、どういうことだね、まあそんな独り言を言いながら作業を進めるって、はいはいできましたね、これがね、で実際に上原プロが使ってるのはあのシェルラミネートって、ここにねあの綺麗な貝殻のね光が追加されたやつに対してこの改造なんで、またこのスーパーボーンに対してはねちょっと違うチューニングとかね、こっちの方がいいよなんていうのはボディの微妙な重さとか浮きとかも違うのかもしれないので、あるのかもしれないんですけど、まずねちょっと釣り子 TV の方ではこんな感じで、まあスーパーボーンの無塗装の白レッドウィングにブルータルね、追加スプリットリング、この組み合わせでねちょっとねこのこれからのハイシーズン使ってみようかなと思います。というわけでまあ裏にねこれ説明はねいっぱい書いてあるんですけども、もうアベンタクローラーねみんな買って知ったるだと思いますんでね、まあ 11.5 センチだよというところと、ウェイトは 1.3 オンスだよという、まあ低速リトリーブから高速リトリーブまで広大なウィードバッチや長いストレッチを効率よくサーチするための跳ね物であるというようなことがこの裏には書いてありますんで、今回ねまあこんな感じのね無塗装ね、いい感じの色味、まあこの羽とねボディのシンプルな色の、このボディもね何種類か色出てましたんでね、それとこの羽を組み合わせることによってカラーバリエーションが増えてますんで、釣り具屋さんでこれはっていう色があったらぜひね、行ってみたらどうでしょうかということで、今回はねこういった感じで、ブルータルね、これを追加して、あとスプリットリングも追加してって、こういったチューニングをしてみたよということで動画にまとめてみました。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、アベンタ、2017アップデートモデルのね、さらにこのスーパーボーンの無塗装モデルね、これを買ってきてみたよ、さらにこのちょっとね三原プロ推奨のチューニングを施してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。